明徳の和訳は、日本の南北朝時代の内乱の講和条約で、県中9年、明徳3年10月27日に南朝と北朝との間で和義と皇位継承について締結された約場、南北合体条件とも、南朝の五亀山天皇と北朝の聖一体将軍、足利義満の領主の王の下で、南朝の三義、楠木正則が中心となって、 合一の元準備が進められ、正則の死後は、南朝では、右大臣、吉田宗房と前内大臣、あの実るためが、北朝では、士官、苦行の聖三位、吉田健広氏が交渉の窓口となった。この和訳に従って、同年うるう10月5日、南朝の五亀山天皇が吉野から京都に帰還して、 北朝の五小松天皇に三種の神器を渡し、南北合体もしくは南北朝合一が実行された。これによって、延元元年、兼務三年12月21日以来の朝廷の分裂状態が終了し、日本史における南北朝時代の終焉を迎えた。内容は次の四つである。五十年以上にわたる南北朝の争いは、途中南朝が優勢に立って、 北朝を一時解体に追い込んだこともあったものの、北朝を擁立した、足利高氏が開いた室町幕府が、全国の武士を掌握するにつれて、北朝側優位の流れが次第に固まりつつあった。ことに、第三代将軍、足利義満の時代の1392年には、楠木正勝が破れ川父早城が陥落するなど、南朝を支持する武士団が改装。南朝は、 吉野周辺や一部地方に追い込まれ、北朝方位は決定的なものとなった。吉光は1391年の明徳の乱で有力守護大名の山梨を弱体化させて武家勢力を統率すると、泉、義の守護で南朝と領地を接する大内義弘の仲介で南朝との本格的交渉を開始した。そして参加条を条件には僕が成立。 1392年に五カ山天皇は京都へ赴いて大覚寺において神儀を上渡し南朝が解消される形で南北朝合一は成立した南朝に任官していた公家は一部を除いて北朝への任官は必ず公家社会から没落したと考えられるそもそもこの和訳は吉光ら室町幕府と南朝方でのみで行われ 北朝方はその内容は知らされず合意を訳したものでもなかったようである。そのためか、北朝では、譲る国の技術や両党鉄理図などその内容が明らかとなるとこれに強く反発した。北朝の五小松天皇は、南朝の五亀山天皇との会見を拒絶し、平安時代末期に安徳天皇と共に西国に渡った仁義が、天皇の宝御と共に、 京都に戻った洗礼に則っ,って、上京日野市教、武行日野市藤らを大閣寺に派遣して、神器を代理に移した。元号についても、北朝の明徳を継続し、2年後に五亀山天皇に大上天皇の尊号を建て祭るときも、朝廷では足利義満が五小松天皇役下たちの反対意見を押し切る形で、ようやく実現した。さらに国についても、 県務の申請以来、治療国を制限して、国画領をなるべく国家に帰属させようとしてきた南朝と、治療国として皇族や下家たちに与えて、国画領の実質主有化を認めてきた北朝とが対立し、南朝方が北朝側の領主権力を排除して、実際に保有できた国画領はわずかであったと見られている。なおも北朝方は、1412年に、五小松天皇が、 着死の昇降天皇に上位して、両党鉄律は保護にされた。昇降天皇には、死死がなく、1428年の法御によって、寿命院党の着流は断絶したにもかかわらず、五小松上皇は、伏見の宮家から有志を迎え、御花園天皇を建てて、再び約束を保護にした。反発した南朝の皇院や維新らは、朝廷や幕府に対する反抗を15世紀後期まで、 続けた。これを御南朝という。大正10年、三浦博之が、この絵画像文書の中から、和訳の条件を記した、吉光の受け文の案文を発見し、翌大正11年に、南北合体条件という論文を発表。この三浦論文によって、初めて資料に基づく議論が可能となった。明徳の和訳という語は、ご南朝史論集中の立川正次郎の論文などに、 見られる。ありがとうございます。